はですね、こちらスイフトスポーツです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。スズキスイフトスポーツということで、またまたホンダさんでスズキの車を紹介いたします。こちらね、中古車ということで、150万円ですね。消費税込みで150万円で販売いたします。車検有効期限が令和3年の6月と、走行距離は 13,417km 走っておりますね。今逃すと手に入らないそんな1台ですということで、カスタマイズね、すごいされてますね。っていうかね、スイスポって187万で買えるんですね。ものすごい安ないですか。ちょっとね、近づいて見てみましょう。これシルバーですが、かなりメタリックが強めのシルバーですね。こういうところで、あとここね、カーボン調のパネルに変わってますね。エンブレムもカーボン調の、スズキの S に変わってますね。やっぱエアロがついてるとね、車高が低く見えてスタイリッシュですね。ちょっとライトつけてみました。こんな感じに光るんですね。フォグライト完備です。アイラインが光るんですね。横から見たらこんな感じです。いや、大きいね、リアスポイラーがついてますよね。あとね、サイドガーニッシュも、カーボン調に変わってますね。いろんなエアロがついてね、よりマッチョな感じがしますね。お、タイヤコンチネンタル、195の 45R17、17インチを履いております。ちょっとだけ気持ちこすった跡がありますが、まあ許容範囲でしょう。あ、いいな、コンチで。スイフトスポーツってね、すごいボディがね、なんか流線形でマッチョな感じしますよね。前のフェンダーもね、結構ボコッと出てます。このシルエットかっこええな。後ろから見たらこんな感じです。いや、やっぱね、リアウィングとこの下のバンパー、このあたりがだいぶ変わっててね、スイフトスポーツなんですけど、さらにスポーティーな感じがしていいですね。このリアスポー、結構これ高価な、いい値段のやつついてるんじゃないですか。これカーボンやな、リアスポーは。この樹脂の中にね、入り込んでる感じがします。すごいツヤっとしてる。で、リアバンパーもこれカーボン調なのかカーボンなのか、いや、カーボン調かな。黒のエンブレムかっこいいよね。で、スイフトね、結構ヨーロッパ意識してて、この辺ね、かなりヨーロピアンなデザインだなと思いますね。ドアノブがね、上に隠されてますね。あ、こんな感じか。あ、下に深いって感じ。そんなに、フィットほど乗らないかな。でもちゃんとね、このトノカバーっていうかな、こういうのついてますんで、防犯にもいいですよね。内装の方はね、こんな感じです。いや、私スイフトスポーツ初めて乗りました。こんな赤いんですね。結構ね、スポーティーさをかなり醸し出してます。シートもね、なんか特徴的ですよね。なんか専用シートでかっこいいですよね。ちょっと暑いんでエンジンかけさせてもらいます。お、ハンドル、これなんかカバー、ハンドルカバーしてます。これ取ろうと思えば取れますね。音声ガイドのマイクがついてますね。この丸いダイヤルがかわいい。で、これ8インチナビですよね。パナソニックの CNRZ83 っていうのがついております。これだけでも結構いいお値段すると思いますよ。で、この赤いパネルがなかなかスポーティーさを醸し出してますよね。スイフトスポーツのフロアシートかっこええわ。で、あとね、もちろんマニュアル。あ、こんな感じ。あ、ストロークが短い。カクカク。ちょっとね、これバックするとき特徴的なんですよね。ここ、ほら、これクイッとね、
クイッとしてこうしないと入らないんですよ。ほら入ります。サイドブレーキ、シートヒーターがついてます。これね、運転席側しかないですね。でこれ助手席側にもほらハザードがついてる。ハザードが2箇所、こことここについてるのがいいね。であとこれドラレコも完備です。もちろん ETC もついてますね。ちょっと後部座席も、あ、ていうかこれちょっとやっぱ開けづらい。後部座席こんな感じです。いやー狭いかもしれない。いや乗れるんですけど、あれフィットと比べて、すいませんね、ちょっとあの鈴木オーナーさんごめんなさい、あのフィットに比べるといや狭いんですね。あの頭ねこれぐらいです。私ちょっと座高がかなり高いんで、それでも結構スクエアなねデザインなので、あのこの辺まで結構頭のスペース取れます。で足元ねもうこんな感じですよ。これドライビングポジションで、もう拳が1個、まあ、ギリ入るかなという感じですね。ちなみにアームレストはありません。前の扉はね結構装飾されてかっこいいんですけど、後ろの扉は結構ねもうちょっと樹脂むき出しかなという感じですね。ちょっとシートアレンジ、結構これぐらいの段差ができるんですね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。鈴木スイフトスポーツということで、今日ね私初めてスイフトスポーツ乗りました。こんな感じなんですね。いやスポーツしてるわっていう感じですね。こちら 1.4 リッターですよね。2代目のスイフトスポーツは 1.6 リッターだったんですが、でこの3代目のスイフトスポーツは 1.4 リッターで、まあ、ターボということで、パワーの方がね、2代目より少し上がってるらしいですね。いやでもこれ乗った瞬間ねやっぱ分かりましたよ。スポーツをしてるんだなとスポーツカーなんだなこれはという感じがしましたね。見た目がね結構スイフトってね親しみやすいデザインなので、その辺どうかなと思ったんですが、乗ってみたらねいやいや全然これスポーツしてるよっていう感じですね。6速マニュアルを今運転してるんですが、マニュアルのねつながり具合ね結構カックンカックンっていう感じです。まあ、クラッチのねつながりを最初ちょっと、鳴らしてから乗った方がいいと思いますね。結構ねこうグイングインっていうこんな感じの乗り味です。でスイフトスポーツは、最高出力140馬力の、最大トルクが230ニュートンですね。やっぱねターボってね結構、トルクが太いんだなという感じがしますね。これ乗っててスポーツしてるやっぱマニュアルっておもろいな単純に。いやしかしねこれが新車価格で180万円台ですよねいやこれちょっと鈴木ちょっとこれ利益あるんかなっていう感じがしますよ。これね今中古販売で150万、消費税込みで150万なんですが、なんかねエアロパーツがね結構ついてますよね。それとこの8インチのパナソニックのねナビがついてると、まあ、ということで、まあ、走行距離もね、1万3000キロと、まあ、いい感じの金額かなと思いますね。で、やっぱね、あと、この車両が軽いですよ。970キロしかないんですよね。1トン切ってます。いや、その辺がね、この走りにもね、だいぶ影響してきますね。で、この3代目のね、スイフトスポーツは、安全面もね、上がってます。危険をね、回避する、デュアルセンサーサポートブレーキっていうのがね、ついてますね。その辺もね、安心して乗れる車だなと思います。いや、本当にね、このスイフトスポーツの2世代目は、結構ね、何にもついてなかったんですよね。内装もね、結構豪華になりましたよね。はい、踏切、一旦停止、右左。まあまあの硬さですね。まあスポーツしてるって感じですよ。
これシートもいい感じに硬いです。体をねホールディングしてる感じですね。横へのねサポートが結構強いですね。おお伸びる。これ結構ターボ効くな。おお、こいつはスポーツだわ。今ずっと低速で乗ってたんで分からなかったんですけど、これちょっと2速引っ張って乗ったらかなり楽しいですね。いやスイフトスポーツ結構ね面白い車ですね。思ってたより走るなという感じがしましたね。ターボずるいわ、ターボずるい。フィット4 RS ターボ出してほしいな。これ税込み150万か。ええんちゃう？これええんちゃう？はい、いかがでしたかね、スイフトスポーツ。私ね、今回初めて乗りました。いや、スズキもね、なかなかいい車を作るんだなと思いました。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでスズキスイフトスポーツでした。じゃあね、バイシュー。